子さんのアシスタントになって約1年。すみません。幼少の頃からフィルムの神様みたいな人と映画について語り合っていたなんて。軸さえ決まったらポンポさん何でも面白くできちゃうのよ。そばで映画作りを見てきたけど。ジンくん、この映画は君に撮ってもらうから頼んだわよ、ジン監督。物語が頭にあふれてくることが稀にある。ナタリウッドワード、お願いします。女優は笑顔が一番。今度こそ頑張るぞ。地味失格。俺マーティン・ブラドック、世界一の俳優。思いついたアイデアは私もバンバン言わせてもらうよ。普段 B 級映画ばかり撮ってる人がなんでこんな脚本書けるんだろうって驚きました。そうかそうか。で、普段の私は B 級プロデューサーってことかい？すみません。映画は誰のためにあると。その映画を一番見てもらいたい誰かのために作ればいいんだ。ドキドキして倒れちゃいそうです。僕が映画に救われたように、僕の映画を見て、僕には映画しかありません。